じゃあいきなりちょっと天才覚醒したので、天才の入部届を持って新青銅高校キャッチャーやっていきましょう。しかも千丸がついた。まずは自己紹介聞かないというわけで、新青銅高校キャッチャーですね。でデッキの編成に関しては、ほぼほぼ同じなんですけれども、ちょっとね、優位少年を外して総力上限アップのある港ちゃんを入れてます。これでパワー以外の上限アップを狙って5上限アップになってます。基本方針は前回と同じような感じかな。あとレベルがね、奥村、SR のプラ5で、みゆきに関しては PSR のプラ5になってますというところです。これでやっていきましょう。で、まずはやっぱりね、聖堂魂を貯めていかないといけないので、帯同は2つ必須、魂を貯めるために。であとは例によって評価を上げながら、魂が溜まったら、まずやることといえば監督で、監督を帯同させてピッチャーを呼び寄せる。あとは基礎経験点のキャラクターを呼び寄せて、あとは東条のメンタルといった感じですかね。で今2人いるんで、2人くっついてくるところ。片岡監督は今くっついてきてもしょうがないっちゃしょうがないんだけど、そもそも2人いるところがここしかないじゃん。だよね。じゃあメンタルやっておきますか。でなんだ、そのバックアップレベルに関しては、まず全部2だよね。全部2にしてどれを3にするかっていうところが悩みどころなんだよね。やっぱり3に上がったやつって結構経験点としては溢れ気味になるんで、そこも調整しながらやっていかないといけないかなというところですね。2人いるのがないね。評価も上げたいといえば上げたいんだけど、やっぱりちょっと魂も貯めたいんで、ここは2人いる吉川沢村ペアで、吉川さんも悪くはないと思う。悪くはないと思うけど、銃使うっていうところがね、後々やっぱり効いてくると思うんで、それを使うかどうか。俺はね、基本的には使わないんですよね、吉川さんは。でちょっと奥村から回収しとこう。これは早めに全然やっていいと思う。ただ増えるだけだから。何がいいんだ、雰囲気。相変わらずわからん。精神くれたね。でコツありか。でコーチ、そうだね、コーチも早めにね回収しておくと振り回されずに済むんで、ちょっと監督の帯同が1人だから1回コーチやりますか。で次見てちょっと監督1人だったとしても引っ張ってこよう。早めに引っ張ってくるっていうのも重要だから。2人いないからこう伸ばし伸ばしになっちゃうと、結局ね、そもそもいないっていう。ここ評価上げとしてはマジ最強なんだけど、評価上げ的には最強なんだけど、落合コーチだな。ちょっと金得取れる可能性がある限りはコーチを追っていこう。何にもない。でこれはもう回復、体力が減ってるから。でここでなぜかよくわかんないけど下がる。だって落合コーチもね、今回あれを持ってこないといけないんで、広角砲を20使うんですよね。でここはもうちょっと監督を引っ張ってこよう。これでとりあえず第1ミッション監督は OK。 で餅つきバトル、これもね体力回復が絡んでくるんで、ちょっともったいないといえばもったいないけど、しょうがないといえばしょうがない。出る。でいきましょう。監督、まずはこれも絶対必要で、監督評価も上がるんで、基本的には別に監督を追う必要はないですよね。であとは聖堂魂20か、東条やっておきますか。ちょっと2人引っ張ってこれるんで。で東条はメンタル回復量アップは12でいけるんで、まあ少なめではある。他の基礎経験点アップって20必要になるんで結構きついんですよね。4種類目のところが多分結構遅くなっちゃうんで、まあそうだね、まあバックアップレベルがどう上がっていくかによってちょっと誰を引っ張ってくるかも考えていかなきゃいけない。結構新青銅高校って考えることが多いんで経験点は出るけどなかなか大変なところでもある。さてそこからだから評価も上げて早めにタックを起こせるようにするっていうのも重要だから、引っ張ってきすぎると結構遅くなっちゃうんだよね、タック組めるのが。でバックアップレベルがやっぱり経験点かなり影響してくるんでそこのバランスが本当難しいよね。でコーチからもやっぱり金徳は回収しておきたいんでここはまだ20を突破するわけじゃないんでコーチを引っ張ってこよう。で次練習すると聖堂魂が20突破するんで基礎経験点アップ。お、来た来た来た、早い。9回抜くの。どうするこれ、まだ取る必要はないよね。解雇通がないとやっぱり9回抜くのきついんでまだイベントが進んでるわけじゃないんで誰も。で麻生を引っ張ってくるか精神どうする。しらすのね総力も早めにやっておきたいっちゃやっておきたいんだよな悩むな。しらすを引っ張ってくるか総力は結構必要になるからね、ちょっとしらす引っ張ってこよう。これで魂22になったんでしらすは大丈夫なはず。てかしらす引っ張ってこれた。そもそもノリを帯同した、金丸を帯同した。そうかちょっと思った通りにいかなかったな。じゃあせっかくだからちょっと待ってね、もう一回見よう。もう一回見て麻生は精神みゆきしらす、これしらす引っ張ってこれる。なんかわかんねえ、どっちが来るんだ。ハルッチが来る。ハルッチとしらす、コーチがついてきちゃうと、あれなんだよね。どうしましょうか、ちょっとやってみるか。やっぱりしらすは欲しい。しらすよ来い。ハルッチとかの経験点3倍はなかなか使いどころが難しい2人まあ聖堂魂くれたからいっか、しょうがないよしとしよう。でちょっと待ってね、これは奥村のイベントが進んでんのか。広角砲のコツはまだいいと思うんだよね。麻生ちょっともう怪我のパーセンテージが多いんでここはちょっと麻生1人だけど麻生引っ張ってきて麻生やっちゃおう。もうで持ってを盗め、もうこれは別に真似はしない、無難なやつで来た。どれ守備誰、野球マン5号か。野球マン5号ちょっとメンタルで引っ張りたいんだよね。守備連はそこそこ人がいるんでちょっとスルーしますか。で麻生精神も必要は必要なんでちょっと麻生引っ張ってきます。もうここでこれ何守備連何くれた。送球なんかあ精神ね、そう精神だよっていう。じゃあちょっと弾道3にしてミートは上げていこう。レイリーが始まったわけじゃないんで。そうすると今必要な経験点としては筋力と精神が足りてない。敏捷が意外にあるね。落合コーチがね敏捷のバックアップだからコーチを追ってるとそれなりに敏捷が手に入るんだよね。でここはじゃあどうしようかって言ったら倉持沢村か、いらないっちゃいらないからな。古谷しらすでまだ20たまるわけじゃないんでちょっとここは1回筋力をやっておきますか。精神が1人だからね。これ精神が2人帯同できるんだったらちょっと回復を狙いたかったけど。でメンタルきた。ここはちょっと野球マン上げておきます。帯同が1人だけどやっぱりバックアップレベルは重要なんでまず精神は2に上げます。ちょっとピッチャー練習前いくつ ?4 回か、それなりにやってるね。でも全然やってないなって思ったけど意外性。これやる気上がるんだ。まあありがたいといえばありがたい。で、データ分析が来たんで、そろそろちょっと球界の頭脳を直取りするかを考えていかないとね。キャッチャーコツが手に入る機会はちょいちょいあるんで、だって球界の頭脳直取りがそもそも今できねえし、精子が若干足りない。かといってね、コツはだってもらったものは潰しておくでしょ。守備職も正直1でいいんだよね。でホーム守備は取っとこう。まあ、あともらったコツ、コブはやっぱり1だときついから置いておく。で まだシラスか。シラスも引っ張っていきたいな、1人だけど。みゆきの評価もまあ上げつつっていうところかな。ここははい、これで一応魂20にはなったんで、シラスをやるか。これなんだ、ストレートに効く。体力が減ってるときは真ん中でいいと思うんだけど、強振対応、まあ、全然強振を対応してくれていいよ。で敏捷いきましょう。でバックアップ練習の2倍は、まあ、まだあれだよね、必要ない。で守備誰、星空星光くんはもうこれは守備練しかないんで、まあ、やるべきだよね。立橋さんが走塁だからな。走塁3になると結構走塁余るんだよね。できればここ、あれちょっと待って、みゆきか星空星光くんになってんな。これどっちが来るの。みゆきはね、筋力にしたいんだよね。筋力上げたいから、まあ最悪肩があるから、奥村の、まあ、肩というのもあるでしょ。結構経験って高いね。やろう。立橋さんの練習経験って3倍も来てんのかな。バックアップは敏捷で、ここは真ん中。モテモテはいらないけど、体力の回復。モテモテになったぜ、さすが。で守備誰、星空星光くんが、帯同が1人だからね。そう考えると、どうかな。ゾノ、まあ、魂がそもそも足んないからね。まあ、経験点と魂を考えるのであれば、ここさ結構引っ張ってはこれんのか。まあ、みゆきももう乗ってるっちゃ乗ってるからね。じゃあちょっとこっちに行こう。引っ張ってきます。で4種類練習っていうか、帯同4人やるためには、あ、これ意地悪なやつにして、ちょっとキャッチャーコツ取ります。でレイリーも走り出したんで、これはもう球界の頭脳取ろう。ちょっともったいない気がするけどしょうがない。まあ、もう そもそも 10% 引きになってるからね、忘れちゃうんだよね、取らないと。球界の頭脳2回取るとかね、起こり得るからね。でコーチ敏捷はまあ悪く3人いるのか。ここ筋力が足りてないからね、足りてないし、レイリーがやっぱり評価が低いんだよね。ちょっとここはこれでいきますか。で5で練習、まあ、まだ気にしなくて大丈夫だよね。あ、でここはやっぱり回復したい。もうとにかく体力の回復。あ、違った、普通の餅つきバトルだった。しかも勝った。野球マン4号のイベントかと思った。よしよしよし、これ掴めたのはかなりでかい。ただ喧嘩をしてしまった。何故喧嘩をする君らは。で奥村は肩でお願いしたい、俺的に。まあ、しょうがないよね。ちょっと誰もいねえんだったら寝るか。216、いやいいよ、無理よ、無理はせず。いや無理だよな、寝よう。ここはちょっと一回寝よう、挟もう。回復アイテムを持ち込んできてないんで、まあ、ああいう時にね、回復を使っても全然いいとは思います。でここはレイリーが技術でいけるんで、立橋さんがまだだよね、だってってことは技術レベル上げとかなきゃいけないんで、ここは技術でいきましょう。はい、川上が1人、まあ、しょうがない。で、まだまだ6回目。で、バックアップレベルアップ。まあ、コツが欲しかったといえばコツが欲しかった。これ何どんくらい上げてんだ。で、真ん中。で、みゆきのイベントだと、広角打法のコツが一緒にくれるんで、だから落合コーチの聖堂魂20で持ってくるのはもう後の方でいいと思うんですよね。で、ちょっとレイリー走り出してるんで、まあ、S にはしておきますか。ちょっとパワー D にしとこう。で、そこからよ、そこから。星空星光くん。筋力が2人引っ張ってこれるのか。筋力2人引っ張ってこれるのは結構美味しい。経験値的な話をするとやっぱ90取れるのがいいんだけど、90取れるのがいいんだけど、2人引っ張ってこれるっていうことも考えると、筋力でしょ。筋力なんで、ここ筋力、今筋力欲しい。何気に。で、ここでお正月を挟むんで体力を回復します。ここは彼女がいるわけではないので、まあ、経験点を取りに行くよりは体力を回復して練習で経験点を回収していくという方向ですね。で、次取れるんで、本当はゾノとか持ってきたかったな。ゾノとかを持ってきたかったんだけど、もうすでにゾノがいるから、じゃあちょっと別キャラでいきますか。沢村とかね、使える時に使っておきたいんだよね。バックアップ経験点2倍。落合コーチと沢村か。どうしようかな。評価的には多分もうみんな乗っかってるって言えば乗っかってるから、吉川さん1人だしね。沢村のバックアップ経験点2倍も、ま、うまく来てくれればいいんだけどね。ちょっと難しいところではある。さて、敏捷はまあそこそこ今のところあるけど、結局敏捷って結構使うんだよね。それを考えると、まあ先に敏捷稼いでおいて、ちょっと上限突破をやっちゃいますか。まあ、どこまでいけるかわかんないけど。で、ちょっとタックを見て走塁。で、ここは別にあれか、レイリーか。レイリーだからいいや。ほっとこう。あ、216。だ、沢村引っ張ってきてればここで使えたんだよね。敏捷だけど。いや、でも総力バーストが結構使うから、ちょっと上げられるだけ上げちゃおう。S くらいまでいけるか。ちょっと一旦こんな感じで、メンタルは麻生1人。あ、216だね。ここでみゆきを使うのはね、やっぱりまだもったいないと思うんで、ちょっとここはお二人で216を回収しておきましょう。待って、何回目 ?9 回目。見とかないと。よし。こっちはたまにちょっとマイナスのイベントをよこしてくるからね。で、レイリーちゃん。レイリーちゃんマジで成功して、ここはもうさすがにまたね、微妙なんだよね。練習できないし、1人か。1人引っ張ってこれるんだったらまあいいかな。回復量結構あるからね、メンタルも。25。で、自分の長所を磨いて、流し打ちを取る。じゃあ、星空星光くんが動き出したんで、まあ、どっちで9回の頭脳を取るかだよね。奥村で取るか、星空星光くんで取るか。まあ、これは別にあんまり気にしてないから、まあ、両方選べるんで、選択肢としては。で、メンタルで2人引っ張ってこれるんで、ここはメンタルでいいでしょう。誰が引っ張ってくれる？沢村と金丸か。金丸は回復でね、まあいいんだけど結構体力回復してることが多いんで、まあ、沢村でなんかいいのが来たら使っちゃいますか。みゆきはいつでも使えるんで、まあ、取っとくといえば取っとく。どうしよう、司令塔かバズーカかって感じだよね。球界の頭脳どっちかで外すんだったら、うーん、まあ、バズーカが欲しいっちゃ欲しいかな、確実に。ピッチャー練習で金徳は割と選べるっちゃ選べるんだけどね。地震9回の頭脳はもう取っちゃいましょう。1つ目結構安いは安いよね。新9回の頭脳あれが結構重いんだよね、広角砲の方が。で早球も2段階取っちゃおう。さてここからちょっと待って、バックアップ練習にすげえいいのが来てたらまあやりたいはやりたいんだけど、だから奥村は肩を上げてほしい。肩だとあれ上がるよね、なんだっけ、筋力。ちょっと筋力のバックアップレベルが低すぎる。で沢村を使う場面ではないんで、金丸も使う場面ではないってことはゾノ引っ張ってこよう。ちょっと筋力足んねえわこれ多分。でゾノを引っ張ってこようとするとこれをやんなきゃいけないのか、やだ。川上引っ張ってくるか、川上引っ張ってきてもう技術使っちゃう。ちょっと筋力不足に悩まされそうだな。で34あるってことはまあすぐにいきそうだな。ちょっと川上を引っ張ってきます。ここはアベレージヒッター。おおありがとう。何にもないけど、何にもないのでもいい。アベレージヒッター。さてじゃあ川上ももう使っちゃおう。これはロック筋力、それは覚えた。さてまたちょっと聖堂魂をやってゾノ引っ張ってくれればもういけるんだよね。これはゾノ1人か、ちょっとやっとくか。筋力が不足してるんでちょっとゾノを引っ張ってきます。ここは筋力のバックアップレベルがなかなか上がんないんで、それがちょっとやっぱり響いてるかな。バックアップレベルを早めに上げるっていうのはめちゃくちゃ重要なんで、でかいからね1回の練習揃うと。でちょっと一応見る、そのバックアップ経験点がめちゃくちゃ高かったらちょっとみゆきとかを投入するのもありなんだけど、まあ、そもそもレベルが低いからね。はい、ちょっとこれ筋力アップを使います。これで一応4人やったかなもう。でメンタルで技術が稼げて筋力を引っ張っていきたいんですよ私は。それを考えるとフリアは1人でしょ、監督で筋力稼ぎをするか。ちょっとここもいいんだけど、ちょっと今は少しでも筋力が欲しいんで筋力のいる監督さん、まあやっぱりね、その経験点だけを目指すんだったらまあ練習偏ってやっていけばね全然いいんだけど、そういうわけにもいかないんでやっぱバランスが大事。216、ただ216は美味しいよね。やろう。2人引っ張ってこれるしちょっとやろう。いや筋力のバックアップ経験点がマジで上がらない。どうでしょうか。ありがとうございます。それなりにくれる。よし、ここで広角打法のコツがもらえるんでここはもう取っちゃいましょう、広角砲。さて、まあ、11しかないから無理でしょ。でここはちょっと体力的なことを考えて、立橋さんとかさ全然高くないね。まあいいや。はい、みゆきもちょっと筋力に来てほしいんだけど早く。で11回目、ここ一番の男ってさこれ福井部だったんだ、満塁男のコツで。これもなんか知んないけど回復してくれるんだよね。さて来ない、来てほしいところに来ない。立橋さんがもうあれだな。で立橋さんは走塁しかないんで、もうちょっとバックアップレベル上げちゃおう。で上限はもう突破させちゃおう。じゃあでバーストも取っちゃうか。ちょっと溢れそうな感じがするんで、筋力がほんと足りないわ。みゆきと奥村なんだよあと。なぜ筋力を生み出さないこいつらは。待って12回目、でそろそろ4月になるんでいろいろ考えとかないと、新1年生のこともあるんで。よし、芸術的流し打ち。マスコさんパワーないけどパワーヒッターくれ。くれた。いや無理だ、パワーがない。守備みゆき、いや筋力、俺は今筋力が猛烈に欲しいんだ。芸術的流し打ち、技術がちょっと余ってるんで取っちゃいます。で筋力を引っ張ってこよう、マジでマジで筋力を引っ張ってこないと無理だ。ここ誰？監督しかいねえな。まあ、精神と筋力だったらいいでしょう。ちょっと少しでも今筋力が欲しい。プリーズ筋力。レイリー、もらいけ、打て。オッケー。これだけ怖いのは独身術はもうあるとないで全然違うからね。なんなのこの守備練習、守備練習部隊は。筋力加算なんないかな。てか筋力はそもそも人がいねえんだけど。ゾノしかいない。ゾノ引っ張ってくるか。吉川さんでうまくいけば回復できるからね。ちょっと独身術も取っちゃおう。打開は2でいいか。はい、5% だったらまあ全然いいでしょう。大丈夫大丈夫。てか肩は 0% か。おにぎりくれ。よし、15。なんか微妙にあれだな、ありそうだな。いや本当に来ねえわ筋力。なんなのどうなっとるのこれ。で1年生を考えないといけないんで、浅田か。浅田って何？いや 17% は無理だよ。ちょっと1回メンタル挟んどこ。1人しかいないけど。で1年生組も多分20使うんだよね。そうするとちょっと1年生金と結構難しいかな。回復とにかく練習したい。で4種類練習も来てないんで、ちょっと監督は欠ける可能性がかなり高い。でここはそうとしておくからの何なの。奥村上げちゃう。ちょっとバックアップレベルなんか置いとくのもな。マジで筋力がね。守備上げとこう。ちょっとこんなもんか。あとは補給、守備とか肩こっとかくれる可能性があるんだけど、出る可能性があるんだけどっていう感じだよね。バックアップレベル上げる。そうするとみゆき、まあみゆきか奥村かどっちか。まあ結局はでも、いや肩もうこれ筋力3にしたいんだけど、俺的に足りてないから。沢村か。沢村引っ張ってくるか。コーチはここか。あーでも結城がいるのか。結城引っ張ってこれるんだったら筋力が稼げるからね。コーチ取っちゃおう。広角をちょっと取りに行きます。筋力ねえけどうまくバランスよく点が取れればね全然いいんだけど。さてここはバズーカを取りに行きます。あちょっと待って、いやこれバズーカは大丈夫。その投手練習が何回目だったっけ。バズが取れるのって古谷なんで。あ肩きた。これでようやくだよ。ちょっとこれマジで上げに行く。沢村、沢村を引っ張ってこれれば広角砲のコツ取っちゃうか。忘れないうちに。はい、新広角砲。新広角砲はそれなりに重いからで沢村引っ張ってきて、でうまくいけば沢村もバックアップ経験点2倍があるんで、ちょっともう4月過ぎてるんで使っておこう。補給骨13回目でようやく全部2になったよ。結構これ体力減らされるのかな。できてないメンタル。沢村沢村沢村特にないからメンタルで2人引っ張ってこよう。フリア引っ張ってきてえなこれ。まあ麻生がそうか使ってあるから、これフリア引っ張ってこれんね。とにかく今は筋力マジで頼みますよ。でもう5月か。ちょっと厳しい厳しい厳しい。よし、筋力を引っ張ってきた甲斐があった。どうする、なんか使う ?90 ここでもいいな。勇気がいるのかな。ミートに応じて筋力、ミートに応じて筋力使っちゃおう。俺今ミートは高いよね。で筋力いっぱいあるよね。いっぱいあるよっていうかいっぱいくれるよね。280。よし、筋力上げろ、パワーを上げろ。ちょっとパワー上げるのも重要だけど肩も上げよう。呼吸とかも1でいいや。肩も上げとかなきゃいけないからある程度上げとかないと。でそうすると敏捷もそこそこだな。でもまあもう敏捷は大体使うものは使ったんで大丈夫だと思う。信じたい。ここ結構いいけどね。片岡監督だけか。だったらちょっと回復しつつっていうのもありだよね。回復しつつ筋力を回収する。はい、やる気が下がってしまう。で沢村もそろそろ引っ張ってきて、どうするこれ使いてえな。これバランスがいいね。200200200200だから、まあ、でかいの1個狙うっていうのも、てかこれバックアップレベル上げられんな。もう上げちゃおうこれ。で今使うべきはいない。てか溜まってないそもそも。ゾノもいるんで、これはちょっとここでバックアップレベル上げよう。うん、まあ上げちゃう。ちょっと筋力上げたかったけどしょうがない。みゆきが全く筋力に来てくんねえから。もう5月だしねってやってるとね、来るんだよみゆきが筋力に。コーチのさ、この2つずつくれんの何気に助かってんだけど。来ないね。いやいいんだけど来なくて。324敏捷か。敏捷324いるか。経験点だけ考えるとでかいからね。ちょっと敏捷が今後どれだけ必要になってくるのかをちょっと見よう。バースト取ったでしょだってもう。で走力も上げきってあるんで、あとできっとバズーカ取るでしょ、まあ、ちょいちょい使う感じだよね。すげえでかい買い物はもうない。で進行がこう取っちゃおう。だからやっぱりそうすると盗塁とかね直取りする必要があるけど、まあまあ別にいいでしょうっていう感じだね。だからこれで300、まあ、経験点だけね考えるんだったら全然これがいいんだけど、ちょっとやっぱり筋力を確保しておきたいよね。でそうすると筋力も確保しつつっていう流れになると、ここかな。体力ないから回復したいっていうのもあるんだよね。回復しながらだって324はでかいでしょう。でかいんだけど、ちょっと経験点バランスを考えると、ここ金回るがいるんで金回るが回復できるんだよね。今ちょうど体力ないんで。瀬戸君、瀬戸君って何っけ。総力ブーストくれんだ。でちょっと金回る12使っちゃうと金徳が欠けるなこれ。ジャガーロかよくわかんないけど精神か。さてまたちょっと魂ためをしつつっていうことになるんで、沢村を引っ張ってこよう。これ沢村引っ張ってきてうまくいけば、あれバックアップっていくつで使えるんだ。16とかだっけ。みゆきが8だったから、あ待って待って、いくついくつ14回バント。いやもうそろそろマジで投手練習も気にしないと。いや本当にさ、いやどうでもいいんだけどみゆきって筋力に来ないよね。10019221640取れるんだよな。でここフリアがいるんだよね。フリアってバズーカくれるんでそれはちょっと怖い。じゃあそう考えるとどうする、筋力2人216か。精神もだって使うかって言ったらちょっと上げきっちゃおうでしょ。でここも上げきっちゃうか。やっぱり肩なんだよね。肩を上げないといけないし、パワーがそもそもまだ C しかないんで、6月の1周でしょ。もう1回沢村引っ張ってくるか。ここ全体的には、いやここ全体的に美味しいな。 B 賞がだからいらない。精神いや悩むな。ここで200、200にして400にするか。上げ幅としてはここがでかいよね。でもここ筋力2人引っ張ってこれるんだよな。216だって、いやちょっとどうしよう。経験点のために沢村使っちゃおうかな。沢村使っちゃおう。でここでちょっともう稼ぎます、筋力を。はい。でこれ1年生の3人無理だね。え、これ何？見守る。回復しろ。よし。とにかく回復。回復 is power。216。2人引っ張ってきた回はあったな。で、肩。いや、ここ美味しいね。ここ、バイプッシュかけるのあれだったけどな。今、バイプッシュかけらんないからね。精度魂が足んねえから。まあ、ここでいいか。まあ、ここでいいよね。はい。けっ！マジかよ爆発しやがった。ひどくないこれマジひどいんだけど。キャッチアウトここに来てかよ俺の最後のこっから結構経験点伸びていくね。うん、でももうやる気ない。これはマジでやる気ないわ。上げ切って、いや無理だ。千丸ついて、これかこれか。まあ、一応、まあ、6月3週ももうこれはね本当やる気なくなった。やる気なくなったんで、また今日のパワープロに回します。今日のパワープロに回すんだけど、一応ね天才の入部届持ってきて、で千丸はつかなかったんだけど、まあね PG は持っていけましたんで、まあ、一応こんな感じの選手が作れたんで、またうまくいった時に本ちゃんの方で動画で上げていきたいと思います。じゃあもう爆発したんで、さよなら。